ちらよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、逃亡3発売前にできるんですね。僕ね、ありがたいですね。普通でいいですかね。あ、もう私の復讐。この結構細かいところなんですけど、タイトル画面からいきなりスタートしたこうゲームに入っていくじゃないですか。これが結構好きなんですよね。お、結構いきなり敵がいっぱい出て結構ダメージを食らってますね。今こういう結構序盤からバカでかい敵が出てきたりするじゃないですか、はい、この時結構テンション上がりますよ。行っていいのかこれは。おお、うわ、また来たよ。やばい。ああ、やっぱり親切に作ってるところが多いので結構おお、すごくいいゲームでも、なんか来た CS ラックですね。これちょっと待ってください、ね、全然いいです。おお、これ使うのか。おお、すごい。あれですね、集中してしまって全然喋れないんですけど。おお、なや、おお、おお、やばい。おお、やべ。アクション部分の、まあ、爽快な部分感っていうのももうすでに味わえるし、謎解きの部分のその緩急っていうんですかね、でもすごくよく作られていますし、シチュエーションがすごく今回って変化していくじゃないですか。いきなりそのシチュエーション変化するのを初めから体験できるっていうところで、まあ、まずすごく引き込まれましたね。一通りプレイはしてますね、はい。最近またあのゴッド・オブ・コレクションというのが出てですね、ビジュアルはすごいやっぱ進化してますし、フレームも確か30フレか60フレになってたりとか、なんか結構その進化したワンツーをもう一回遊べる、すごくそのプレイする価値はあると思いますし、今やっても全然面白いです。やっぱり本当に容赦ないですよね。容赦ないというか、もう多分信念を貫き通すっていうのが、まあ、ここまで貫き通すと、まあ、徹底してるなっていう、どっかで手加減するやろうと思いながらも手加減せずそのまま行ってしまうみたいな、すげえ男らしいキャラですよ。アクションとして敵の動きがやっぱり分かりやすいって言ったらいいんですかね。敵と自分がアクションを起こしてる時に自分がやられたことに納得する、ちゃんとプレイヤーが対応できるからこそやられた時に自分の、ミスっていう気づけるっていうことがやっぱりあのアクションゲームとしてはすごく重要だと思ってますし、それはやっぱりさすがしっかり作られてまるなという思いますね。すごくそのずっとハイテンションを保ちながらプレイすることができるゲームだと思うんですね。結構どでかい敵とか出てくるじゃないですか。で、まあ言うとあれですけど、まあ、いちいち出てくるじゃないですか。でかいものに対して自分が立ち向かっていくであったりとか、それをどうやって攻略倒していこうやかっていう、そのプレイヤーの本能的な気持ちをすごくテンションを上げさせる要素だと思うんです。僕結構好きなんですね、でかいやつが出てくるっていうのが、もうそれだけでテンションが上がるので。上がってましたもんね、うわでかっていうだけで、あのすごいテンションがあったりするんですけど、いや、いいですね、ああいうのも。はい、